皆さんこんにちは、任天堂の宮本茂です。今僕はロサンゼルスの E3 の会場の任天堂のブースに来ています。任天堂ではゲームパッドを使ったゲームをたくさん作ってるんですけども、その一部を紹介するためにやってきました。ジャイアントロボットはですね、こう巨大なロボットに自分が乗り込んで、それで腕を使って体を動かして相手を倒す、お相撲のようなゲームです。はい、これプロジェクトガードです。自分はシュエーションのようなコントロールルームにいて、12個のカメラを操りながらどんどん侵入してくるロボットを攻略します。僕は今スターフォックスの開発にかかっています。このゲームはショーフロアの外で紹介したので、ショーフロアで遊んでもらえないんですけども、そのうち皆さんの手元に届けたいと思います。はい、いかがでしたか。ショーフロアで紹介した2つのゲームは順調に開発が進んでます。近い将来に皆さんにお届けできると思いますので、楽しみにしてください。